皆さんこんにちは。本日はとある企画をスタートさせるために動画を回させていただいてます。その名は山崎塾。よろしくお願いします。お願いします。前回のマイナーチェンジの動画でもお話しさせていただいて、いろんな選手いる中で若手育成だったりとか大会に派遣したりとかっていうのを少しお話しさせていただいて、スタッフの皆さんにもね賛成していただいたので、この企画の方を進めさせていただければと思います。山崎塾、どんなことやるんですか？僕の拠点といえば、相模大野クレストのティーズキックボクシングジムさんのセンターになり、横浜市都筑区センターになりですね。夏といえば、神奈川県江ノ島湘南ということで、何でしたっけ若者がくすぶってますもんね。まあそういうところで若者がやっぱり力を持て余してる部分もあると思うんで、そういう子たちをね、しっかり格闘技で鍛えて、体鍛えてもらって、 K-1 アマチュアだったりとか、朝倉未来選手のブレイキングダウンだったりとか、まあ、いろんな団体にこう出場させるじゃないですけど、山崎塾代表で育てて送り込んで活躍して有名になってもらいたいというか、これをきっかけに頭抜け出してもらえたら僕も嬉しいなと思うので、なんかそういうみんなが楽しめるような企画にしたいなとは、一つ思ってますね。やっぱりきっかけってすごい大事だと思う。ある程度やっぱ知名度を持って競馬を殴り込むだったりとか、そういうのも一つ大切だと思うので、やっぱその知名度上がるかどうかっていうのはね、自分のプロモーションとかイベントのきっかけだったりもするんで、まあ、そこで飛び込んで一つ頑張ってみるのも、ありかなと思いますね。そうですね、まあ最終的には僕がこう目指した競馬っていうのを志してくれるような選手がたくさん集まってくれればいいなとは思いますし、ここで有名になって競馬を殴り込んで、最終的にはチャンピオンベルトを取ってくれるような選手が生まれてくることを願ってますね。割と本気の企画ですよね。そうですね、もうやっぱね、実際にこうチャンピオンが面接してミット持って、まあ、指導しながら強くなっていこうというかね、どうデビューしていくかわからないですけど、その選手それぞれですけど、最終的には本当にね、みんなからこうリスペクトされるような、かっこいいチャンピオンを生み出せるような、企画にしたいと思ってますので、ぜひたくさん応募いただければと思います。今回じゃあ応募制みたいな形にするんですね、そうですね、最初は、はい。チャンネルの方で、概要欄に応募オーダーフォームを、貼らせていただいてますので、そちらの方で氏名、身長、体重、意気込み、 SNS のアカウントとかも あれば あればまあそうですね、そうそう、なんか顔写真とか、できれば欲しいですよね。そうですね、なんか、僕らも選考しやすくなってくると思うので、そういう欄も、作っておきますので、ぜひ、応募の方をたくさんしていただければ嬉しく思います。一次選考はフォームで、まあ、そうですね、まあ書類審査じゃないですけど、はい、二次選考はどんな感じでいくんですか？二次選考は、まあ、実際に僕も、まあ、会ってみて気持ちとか確かめていきたいので、面接で実際にお会いさせていただく形にしましょう。三次選考は実際に能力、身体能力とか、格闘技がどれぐらいできるのかっていうのを少し見てみたいんで、フィジカル好きからではないですけど、ね、まあ湘南の海海でのアジリティ砂浜トレーニングあとはまあ実際にミット打ちだったりとかね、スパーリングだったりとかっていうのも見させていただいて、最終的に 4,5,6 人決定させていただいて、その中からまあ山崎と一緒にこうトレーニング積んでいただいて、力つけていただいてね、指導させていただいて、みんなで上がっていければいいかなというふうに思ってますね。はい、せっかくまあやるのであれば、なんか湘南の若者たちと戯れたいですね。そうですね、山崎塾メンバー育てて、はい、ちょっと湘南のイケイケのお兄ちゃんたちとちょっとやってるところも見てみたい勝負してみますか、はい、ね、まあそこは安全にしっかり防具つけて、はい、湘南オープンみたいな形で、そうですね、フィジックの大会とかもあるぐらいだと思うので、うん、やっぱりね、大会も体鍛える大会も多いですからね。そうですね、やっぱ湘南で、はい、湘南の人たちをちょっと片っ端から山崎塾メンバーで戦わせて戦いますか。まあやるからじゃないですか。やるからね、やっぱりね、はい、もちもち行きたいと思いますね。はい、ぜひオーダーフォームの方からご応募たくさんいただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はこんなところで、はい、大丈夫でしょうか。はい、
はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございました。